クリストファー・ヒッチェンズは、イギリス出身の作家、ジャーナリスト。イングランド、ハンプシャーの港湾都市ポーツマスで誕生する。父親エリック・ヒッチェンズは、英国海軍の士官。母親、イボン・ヌ・ヒックマンは、ユダヤ人で、英国海軍婦人部隊の一員。弟のピーター・ヒッチェンズもジャーナリスト、作家である。ケンブリッジにある、レーズスクールに通う、1967年に、 オックスフォード大学ベリオールカレッジに入学。1960年代、反戦、反人種差別運動等数多くの政治運動に参加した。1970年にオックスフォードを卒業。以降、ロンドンに居住。1971年にイギリスの雑誌、タイムズ、ハイヤーエデュケーションサプリメントで社会科学を担当する記者を務めた後、 1973年にイギリスの政治史ニューステーツ版の記者になる。また、イギリスのタブロイド紙デイリーエクスプレスでも取材、寄稿した。1970代後半にキプロスで外国特派員として赴任。ギリシャ系キプロス人エレニット会い1981年に結婚。息子アレクサンダー及び娘ソフィアを設ける。1981年に米国へと渡航。 米国の政治史、ネーション、評論史、アトランティック、総合情報誌、バニティフェア等、その他数多くの雑誌や新聞に寄稿、批評した。また、宣教師の立場、トマス・ペインの人間の権利等多数の著書を表している。1989年にエレニと離婚。1991年に、米国人著作家、キャロル・ブルーと再婚し、娘、 アントニアを設ける。2007年に、米国籍を取得。米国テキサス州ヒューストンでガンによって死去した。クリストファー・ヒッチェンス、ハット・ピーター・ウィルビー、クリストファー・ヒッチェンス・アウィッチリー。ザ・ガーディアン、2015年2月10日閲覧。ありがとうございます。